どうもこんにちは。今回なんですけれども、これ自撮り棒、ダイソーで300円で購入できるものです。こんな感じでピューッと80センチぐらいになるんですけれども、これね、中がね空洞なんです。空洞なので、これを使って皮膚規模を自作するという方が結構いるみたいなので、僕もねこれをやってみたいなと思います。まあ、まずはこの先っぽですよね。先っぽがいらないので、これを取ります。そしたらここはポンチか何かでこうかしめてある状態なんですが、この部品を取っちゃおうと、まあ、取っちゃおうというか、それやればもうほぼ完成なんですけど、じゃあとりあえずですね、ここの部品、この部分をですね、この先日使ったパイプカッター、これを使ってもう切っていこうと思います。これがねどの辺ぐらいまではまってるかわかんないんですけど、まあちょっと長めに切ろうかな。お、へこんじゃいましたね。まあ、へこまないようにこうギリギリと切っていきましょう。もうね、基本的にこれだけでいっちゃいいんですけども、またこう出そうとするときにちょっと難しいので、まずねここをハンマーで叩いて潰してしまおうと思います。ハンマーで叩かない方がいいか。この辺をちょっと潰しますね。グッとググッとすると、こういう感じで狭くなります。狭くなる上にここが閉まらないという感じになってくれるので、まあちょうどいいんじゃないかな。なんか皮膚規模っぽいですよね。はい、こんな感じでですね、皮膚規模ができました。この先っぽを潰したことによってですね、こう広くなってます。広くなってるので、ここがね親指分ぐらい閉まりません。閉まらないので、そのままこう出せるという感じです。十分ね風が届きそうです。まあ、この先っぽはちょっとね、あのパイプカットでやったんで汚いんですけど、綺麗かどうかは関係なくて風が吹けばいいので、まあ十分じゃないでしょうか。ということで、この皮膚規模あっという間に完成してしまったので、まあちょっとねこれじゃ面白くないだろうということで、ここの部分をね、せっかくなのでやっぱりねレザー化してみようと思います。これ我慢してくれる。ちょっとね、これはこれ何、それはね道具だから置いといて。目立ち近分、これ目立ち近分。